なでしこリーグ残留をかけ厳しい戦いが続くくノ市、入れ替え戦第2節はホームで日本体育大学女子サッカー部を迎え撃ちます。前半を0対0で折り返したくノ市、後半立ち上がりスルーパスを受けたフォワードのメイウス選手がシュートを放ちます。惜しくもゴールポストに当たりますが、こぼれたボールをミッドフィルダー松永義江選手が落ち着いて決め、先制点を決めます。さらに後半30分にはリーグ終盤から毎試合ゴールを決めているミッドフィルダーの萩まどか選手が追加点を叩き込みます。くノ市は入れ替え戦で2連勝を果たし、リーグ残留を決めました。ホッとしています。なかなか結果が出せない中、どんな時も、サポートを応援してくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当に勝てたことにほっとしています。第一目標であった結果として残留を決めるということができたので、内容はともかく結果を出したことに対して良かったとは思います。